はいさい、はいさい、シュンタです。マキです。今生活始めていきたいと思います。はい、始めていきましょう。はい、ということで、なんと今日はまた宜野湾市に来ております、我らが地元宜野湾市の志摩市ですね。もう見慣れすぎ、この通り。いや、本当にもう高速のね、すぐ横の通りなんですけど、はい、いやということで、ちょっと不思議な洞窟があるパーラー屋さんがあるってことを聞きつけ て聞きつけまして、で、インスタグラムの名前とか豆の花って書いてあったんだけど、あの一応ちょっと紹介していいですか。はい、豆の花さんで、花です。花でした。花でございます。花です。ちょっとね、方言っぽく言ったらファナって言ったりするし、そうそうインスタグラムのアカウントもファナだからファナかなと思って今さっき確認したらね、はい、花ですということ で、ね、オープニング取り直しております、はい、あのインスタは、あのローマ字で豆のパナって書いてあるんですけど、そう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 、だからパナかなと思った。花でした。花でしたね、はい、皆さん間違わないように、はい、ということで、はい、今日はいろんなメニューあるってことで、早速調査していきましょうか。いきましょう。本日ご紹介するのは不思議なスイーツが楽しめる豆の花。メニューの種類も豊富なのがヤギ。沖縄と台湾のスイーツを融合した不思議な商品が楽しめる豆の花。ここでしか味わえないオリジナルメニュー盛りだくさん。早速調査していきましょう。はい、ということで、はい、店内入りまして、店内、まあ、屋根が屋根の下にね、雨降っても大丈夫、はい、ということで見てください。もうすぐ、そうそう、メニューは ね、たくさんこんな感じで、はい、買っていただいて、結構種類すごいよ、まあ、かき氷だったりとか、パーラーで油脂豆腐とか売ってるから、ね、確かに確かに、で、ぜんざいとか、うん、あとロコモコとか、ほらで、あとタコライスとかタコスとか、まあ、こういうね、こういったものがね、沖縄のソウルフードも置いてあると、はい、で、トーファーとかあるんですけど、めっちゃ気になるんですけど、ここで紹介していいですか。はいはいはい、はい、ということで、まあ一応注文はもうしてるんですけども、はいはいはい、まあ、一旦こちらのメニューも見てもらっていいですか。はい、こんな感じでね、はい、めちゃくちゃ種類ありますね。確かに確かに、うん、でこちらにもある、はい、こちらにもありますね、はいはい、ということで、じゃあ今回紹介する商品なんですけど、はい、まずタコス、タコスね、はい、このタコスですね。いいですね、はい、そして黒蜜きなこミルクぜんざい、いやうまそうですね、これもめちゃくちゃ気になるよ。で、最後に、豆花トッピング全部のせのぜんざいですかね。ほうほうほう、豆花って何みたいな、確かに、ところからあまり聞き慣れないですからね、はいはい、なんか台湾のスイーツらしくて、台湾スイーツね、そう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 、なんか豆腐で作ったような、その甘いようなスイーツを、あの今回ぜんざいの中に入れて、まあ、沖縄の人でも楽しめる、日本人でも楽しめるような、あのアレンジになってる商品になってるということで、こちらのね3つを紹介していきたいと思います。はいはい、ということで、はい、本日紹介するメニューがこちらになります。いや、来ましたね。おりますよ。いや、美味しそうですね。いや、いいですね。なんか一種類増えてますけど。なんか増えてたね。はいはい、こんな感じでね。増えました。はい。こちらの方を紹介していきたいと思うんですけど。いいですね。一つずつね、ちょっと紹介していきたいんですけど。はい。まずちょっと増えてる。はい、増えたやつ。はい、はい。豆パナ。豆パナね。ということで。ここは豆パナなんだね。はい。うん、スイーツらしいんですけど、これはもう豆パナさん、豆花さん、はい、オリジナル、オリジナルのスイーツということで、まあ、タコスの皮に、中にあのぜんざい、餅だったりとかホイップが入ってる、はいはいはい、不思議食感、餅も入ってるってことですね、スイーツということで、いや、いいですね。こちらの方がタコスですね。タコス、パリパリのハードタコス的な感じですかね。ハードでございます。ハードです。はい、そして、はい、次こっちがトーファーのトッピング全部のせ、これもねおすすめらしいですよ。はい、もういろんなものが入ってて、さっきねちょっと説明を受けたんですけど、初めて食べるやつも入ってるので、めちゃくちゃ気になります。トーファーが入ってますね。はい、はい、そして最後にこちらでございます。はい、黒蜜きなこぜんざいということで、お母さん一押し、はい、もうちょっともう早く食べないと溶けてしまうよということでねそう、ちょっと時間経ってんのよ。はい、早速ね、食べていきましょう。はいはい、それでは、はい、僕はねこのぜんざいと、はい、この豆パナの、はい、準備できましたね。豆パナを食べていきたいと思うんですけど、まあ、先にぜんざいからいこうかな。ぜんざいからっしょ。ほらもうこんな感じで落ちちゃうからねやばいよ。ぜんざい食べていきたいと思いますはい、ビニール敷いてます。ちょっとボロボロ落とすんでね、うん、ふわふわなんですよね、この氷が。あーね、見てわかるように。はいはいはい、こんな感じで、ね、あーいいよ。もうすぐ落としてます。大丈夫、いただきます。いいですね。いただきます。あんま、黒蜜きなこですから、あとミルクもかかってますから、ね、やっぱ氷がねふわふわなんですぐ溶けちゃうんですけど、うん、この豆、豆もね甘い、はい、マザーリーフさんっていうね、まあうるま市にあるあのぜんざい屋さん、かき氷屋さんがあるんですけど、ね、そちらからね、この豆は、うん、使ってるっていうことで、そうそう、すごい有名なねらしいですね、ぜんざい屋さんということで、うん、でそれ以外は、全部こちらで、はい、はい、豆花さん
作ってるらしくて、はい、いやこれがいいんですよ。そう、全部手作りということで、うん、こんな感じでね、ふわふわの氷と、はい、マッチしておりますね。うん、うん、ではでは、ちょっと餅もね、餅ご食べていきたいと思うんです。やばいよ、もうこんな感じで餅もあると。はい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 、手作りということで、餅もちょっといただきます。いきましょう。いきます。うん、柔らか。続きまして、はい、2品目来ましたね。こちら豆花さんオリジナルスイーツの、うん、豆パーヌ。いやこれよ、これは新しいですよ。はい、さっきも言ったけど、はい、タコスの皮に、はい、中にまあぜんざい、餅だったりとか、はいはい、あとホイップが入ってて、はいはいはい、でもなんか皮の方は少ししょっぱいというか、うん、そういうあの甘くない塩気があるっていう。そうそうそう、だからなんか不思議感覚が楽しめますよということで、見たことないですね。ちょっとこちらの方も食べてほしいということで、はい、はい、こんな感じで、うん、結構一つが、そう、ちょっと中見してもらっていいですか。大きい感じですか、見えるかな。あー、いいね、ホイップたくさんですよ、はいはい、あー、餅が見えましたね。はい、ちょっとどんな感じか楽しみたいと思います。行、はい、きましょう。じゃあ一口いただきたいと思います。おい、いただきます。新しいな、うん、確かに新しいぞ。やっぱ外にはちょっと塩っ気、うん、がついてて、うん、中を食べると、はいはい、餅がこういう本当に全材みたいな、うん、でホイップも入ってるから、はい、なんかすごいいいバランスでなんだろう、不思議な感じ。新しいスイーツ、うん、あー、いいね。うん、やっぱこの音っすね。うん、うまい。はい、ということで、まあ、俺のターンが回ってきまして、うん、はいはい、もう早速ですけど、うん、やっぱタコス食べていきたいと思います、うん、結構大きくないかね、ちょっとボリュームは結構あるのよ。はいはいはい、いや、ね、タコスも気になりますね。はい、このハードタコスですよ。はい、ハードハードですよ。ハードタコスっていうのかな。いや、ハードタコスですよ。ソースをかけていく、お好みでね。これもセンス。さあ、やっていこう。あのセンスって言ったさ、うん、もうすでにセンスがないのバレてるからね。いやいや、ここしかかけれないでしょ、逆にじゃあどうすんの。いや、もう開けた瞬間もこのボロボロ感すごいなと思って。いや、もうしゃーないでしょ、それは。はい、逆にすごいわ。はいはい、行くぜ、行くぜ。いや、音がね、やっぱすごい。いただきます。はい、あ、いいっすね。うん、パリパリ食感、うまい。具も結構やっぱ入ってるんじゃない、うん、タコスとトマトとチーズかな。これ食感よね、すごい。でも食べ方上手じゃない、うん、結構そうでもないですか。取り戻せてないからね。あ、このサルサソースもなかなかいい、うん、いいぐらいの辛さというか、あ、うん、辛すぎず、バランスがとってもいい、うん、なるほど。はい、いきます。でも音がすごいな。うん、そこの皮の方もなんか味がしっかりついてるというか。あ、そうなの。うん、いや、このタコス食べたら、うん、ちょっとタコライス食べたくなってきた。あ、なるほど、タコライスもあるもんね、確かに。このミートだったら絶対うまい、うん、はいはい、捕まえに来てるよ、そんな感じで。いやいや、誰もよ結構この大きさだけど、もうなくなりそうだね。パリパリタコスやばいな、うん、すっごいな。はい、うまい。はい、すぐ終わり。はい、ということで、うん、はい、トーファートッピング、トーファートーファーのトッピング、はい、ぜんざい全部のせということで、はい、これですね。もう、なんだろう、すごい、ぜんざい以外は分からないいや、すごいのよ、はい、あの豆、さっき言ってたリーフさんの、うん、豆と、うん、あとこの餅、これ餅なんですけど、はいはい、そうそうそう、全部手作りって言って、いろんな、うん、あの芋を使ってるから色が全部違うんですよ。貝芋だったり、あの紅芋だったりとか、いろいろいろんなものを使ってるっていうことで、うん、なんか豆っぽいのもね、そう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 、これもう緑豆って言ってましたね。なんかもやし、もやし緑豆、初めて僕は聞いたっす ね。で、この真ん中でやるのがトーファーって言って、うん、台湾のこの豆乳を固めたような、うん、なんかプリンみたいな感じって言えばいいのかな、これ。島み豆腐みたいな、なんか見た目だよ ね。あ、でもなんかちょっと餅よりか、こういう感じよ、プリンか、確かにね。うまそう、マジで。一応これ台湾発祥のスイーツらしいんですけど、うん、まあ、沖縄風にアレンジしたっていうことで、はい、ちょっと食べていきたいと思います。はい、うん、お、あ、いや、甘いぞ。あ、うん、やっぱね、あ、なんだろう、杏仁豆腐的な感じなのかな、あ、杏仁豆腐は。あ、確かにね、うん、うまい。食感は確かにあのプリン、プリンというかジーマミ豆腐よりというか、うんうん、そんな感じしますね、やっぱ豆乳なんで。うん、うん、これはうまい。うん、なんか本場のやつはね、結構ヘルシーな感じで、そうそうそう、
あんまり結構味が甘みがあるっていうよりはちょっと薄めというか、薄いようなものらしいんですけど、うん、まあ、このね豆花さんはあの沖縄の人が、うん、まあ、好きな味で提供してるということで、まあ、ぜんざいとね、はい、コラボレーションしてるってことで、黒糖とか芋はねやっぱ沖縄の人大好きですから、うん、おもやし緑豆うまいぞ。へえ、うん、食感的にはどんな感じ？もう本当にあまりぜんざいと変わらない、ちっちゃい全財豆みたいな、ちっちゃい全財豆がいっぱいいるみたいな。なるほどね、うん、一個一個に味いっぱいついてるから噛めば噛むほど全財の味みたいな。いやこれあの全財ではないよ、いもやし緑豆ね、あ味が違うんで、そういうことね、それが出てくるっていうそんなイメージですよね。なるほどね。そうだ、うん、それしかない逆にそれしかない。なるほどなるほど。このちょっと紅芋っぽい餅を食べてみようか。豆腐と気になるね。どんな？うん、確かに芋感あるね。餅だけどちょっと芋の感じの香りがするというか、芋餅豆腐は美味しいな。なんかチューブでは食べられるの、うん、もしかしたらここだけみたいな話もね、うん、そうですね。うん、はい、ということで、はい、食べ終わりまして、はい、いやもういろんなねスイーツだったりとか、はいはいはい、食べさせていただいたんですけど、いやうまかったな、不思議感覚の、うん、味わいでございます。豆腐はうまかったな、ね、シンプルに。やっぱあのこの沖縄の人がすごい好きな感じでアレンジしてるということで、うん、不思議な感じで本当にもう、まあ、豆腐のようなプリンのような、はいはいはい、まあ、ジーマミ豆腐のようなね、はい、まあ、そんな不思議な食感ということで、新しいスイーツって感じですね、はいはい、ぜひぜひね、はい、いろんな種類があるんで、はい、楽しんでもらえたらなと思います、はい、ということで今回紹介した、はい、豆の花さんの営業時間をお伝えしていきたいと思うんですけど、はいはいはい、平日の方は11時半から、はい、夕方6時半まで6時半まで、で土曜日と祝日に関しては、はい、11時から夕方6時までですね。うん、で 今定休日の方が、うん、水曜日と日曜日、はいはい、であと第4土曜日は、はい、ちょっとお休みということで、うん、であとね他にもインスタグラムとかもはいはいはい、やってるみたいなので、はい、まあ、最新情報は、はい、まあ、こちらの方からということで、インスタグラムでね、で、まあ、テイクアウトがやっぱ中心、まあそうですね、にはなるので、もしちょっと大量注文とか、うん、ある場合は前もってこちらの方に電話してもらって、はい、やった方がスムーズにね、はい、受け取りもできるのかなと思います。そうですね、はい、ということで今回はこんな感じで、はい、動画終わりたいと思います。ごちそうさまでした。えい、豆の花めちゃくちゃおすすめなんでみんな来てね。あー、ありがとうございました。有名人だ。ありがとうございました。